皆さん、こんにちは。茨城大学の小林翔と申します。よろしくお願いします。本日は、大東文化大学の、静香哲人教授の英語発音のビデオについて、私がこれはぜひ紹介したい、おすすめしたいなと思い、私の方から少しだけ紹介させていただきたいと思います。まず、何といっても日本語ネイティブの視点を取り入れられているビデオになっているというところが、日本における英語教育では非常に貴重なビデオかなというふうに思いました。現在日本にももちろん ALT や JET プログラムから来た英語母語話者の外国人の方も日本の英語教育の教室にたくさんいらっしゃいますが、しかし日本語のネイティブがいかに効果的に日本人が誤りを犯しやすい、起こしやすい、間違いやすいポイントを、焦点化して、なぜ間違えるのか、例えば母音挿入であったりだとか、日本語にはない、R の音であるとか、L の音とかっていうところをしっかりとピックアップしてくださっているので、どういったようなことをポイントに指導すればいいのかっていうのが、まず分かりやすいということが挙げられます。それから日本語と英語発音の特徴を比較してビデオが構成されているという点も非常に分かりやすいかなというふうに思いました。例えば日本語の場合はフラット、原稿用紙という表現を使われていましたけれども、マス目のイメージでフラットに発音しますよと。一方で英語は強弱であるといったことの、まず日本語でしっかりと違いを説明してくださり、そしてその後に具体例として、例えば天ぷらとか、英語だと工程があるので天ぷらになりますよといったような、日本語を使った日本語と英語の音声上の違いっていうことをしっかりと焦点化して紹介してくださっています。また日本語だけじゃなくて、その後実際の英語で練習してみましょうというステップにつながっていっていますので、まずは日本語からレベルをものすごく我々が慣れ親しんでいる表現から練習をして、ピンポイントの部分だけを英語に練習をする、そして実際の英単語で練習をするといったこのステップの流れが非常に効果的かなと思いました。例えばバナナというのが英単語の実際の練習でありましたけども、こちらも曖昧母音であるとか、真ん中の A の部分にアクセントがありますから、ナーヌといったような違いを紹介してくださっています。あとは全体を通して非常にポイントごとに分かれて映像が配信されているので、学習しやすいというふうに思いました。それぞれのビデオの録画時間がだいたい5分前後になっておりました。短いものでは3分を切っているものも多数あります。こういったオンデマンド教材の継続性という観点からすると、隙間時間で学習しやすいという点も非常に効果的かなというふうに感じました。他にも具体例として、学生が今回2名協力して登場してくれていますけれども、この静香先生を含め2名の学生のやり取りであるとか、学生同士の練習といったものもたくさん出てきていますので、実際に小学校の先生が目の前の児童を対象として行うときに、どのようにして児童に触ればいいのか、ではやってみようといったことをイメージしやすいかなというふうにも思いました。さらに豊富な例文、練習量が非常に揃っているというふうに思いました。児童が興味関心を高める例文、単語というのは身の回りの生活に即しているもの、または今まで聞いたことがある表現が一番頭の中に残りやすいかなというふうに思います。そういう意味では、例えば可愛いとか怖いとかのこの怖い怖いの違いであるとか、クラスメートにも必ずいそうな可愛いさんといった名前とか、クワナさんといった時、英語だとどういうふうに聞こえるのかなって、同じように聞こえるんだよ、言い訳できますかと、聞き分けできますかといったようなクイズを実際に学生対象に体験してもらっていたりとか、こういったように一緒にこう取り組める双方向型のオンデマンドになっているかなというふうに思いました。実際のクラスで練習した時には、非常にこう児童が楽しんでいる様子が目に見えて分かる内容となっております。
私が個人的に一番やはり好きなのは、日本語を英語っぽく言ってみようという、コーナーですかね。例えば、焼肉がとても好きですといったような表現、これを英語っぽく言ってみようといったようなコーナーもありますけれども、焼肉がとても好きですみたいな感じですかね。これも実際に皆さんも経験があるかもしれませんが、例えば小学校、中学校、高校、大学でもそうですけれども、自分が英語で言いたい表現がなかなか出てこない場面の時に、日本語なのにわざと英語っぽく言ってみるみたいな、こういったようなことを経験したことがありませんでしょうか。出てこない時にわざわざ日本語なのに英語で言ってみるみたいな場面ですよね。わかりませんみたいなところですかね。とかあとは、何か単語が出てこない時にもわざと英語っぽく言ってみる、聞こえませんとかですかね。さあ、そういったようなことも実際に、英語っぽく言ってみようといったような練習コーナーもありますので、児童も楽しみながら取り組めるのかなというふうに思いました。豊富な具体例単語という話をしましたけれども、実際には他にも皆さんの日常生活に即した具体例の単語もたくさん出てきています。私は先ほど焼肉が好き、実際焼肉好きなんですけれども、他にもピザも好きです。皆さんよく知っているピザハットの看板の英語のスペリングの表記と発音のこと、または車のカー用品店のイエローハットとの比較といったようなことも出てきました。このように日常生活に即したテーマ、単語、表現を存分に入れているビデオであるがために、イメージしやすい内容となっているというふうに感じました。